ダブル激痩せ懸念も、綾瀬はるかストーンズジェシー。結婚への障害なし、婚前旅行報道から一週間後にあった大変化。9月19日、女優の綾瀬はるか39が東京日本橋三越での SK ニエル XP アクトオブクラフト名シップのイベントにグローバルアンバサダーとして、白のノースリーブドレスで登場。笑顔を見せていたが、 その姿に激痩せを指摘する声も。朝のニュース番組、ザタイム TBSK の公式 X、旧ツイッターなどでもイベントに登場した綾瀬さんの記念写真が確認できますが、腕はほっそりしているし、鎖骨のラインもくっきり見える。頬がこけているようにも、少し痩せたようななど、ファンからは心配の声が出ています。 アヤセさんと交際中のストーンズのジェシーさん28も激痩せが指摘されている状況だけに、二人の体調面を心配する声もありますね。女性誌編集者。二ヶ月前の7月24日、アヤセとジェシーはニュースポストセブンの報道で交際が明らかとなり、ジェシーは取材に対して交際を堂々と認めるコメントも出していた。二人はすでに同棲中で、 結婚を前提に交際しているとも言われている。さらに、綾瀬が公の場に姿を見せたおよそ1週間前には、月上旬にアメリカラスベガス、ジェシーの父親の出身地で、多くの親戚が住む大切な場所を二人で訪れていたという婚前旅行とも受け取れそうな行動が、女性セブン、9月12日発売、小学館に報じられたばかりである。 ジェシーさんがかなりほっそりしてきたという件では、9月17日に自身のインスタグラムのストーリーズで、同じグループの松村北斗さん、29、松村さんと、西野寺さんは家事をしない、7月期、TBS 系、で共演していた倉田明さん、4との3ショットを披露した際に、報告けるレベルで痩せている、という声が出るほど細くなっていたんですよね。 ジェシーさんは最初の熱愛報道から約1ヶ月後、8月26日にインスタグラムに公開された写真にも痩せてるという声が多かった。熱愛報道に対する一部ファンからの厳しい言葉、それに加えての多忙なスケジュールが理由なのではとも言われていますね。全道交際や結婚は個人の自由だが、ジェシーはスタートエンターテイメントと契約しているアイドルグループストーンズの一員。 アイドルのファンにとって推しの熱愛はとてもデリケートな問題である。さらに、ストーンズは2024年から26年になるまでをバイブスをぶち上げる2年間と銘打っており、グループ結成2015年に結成9周年から10周年、CD デビュー2020年にデビュー5周年から6周年の周年イヤーとしてキャンペーンを打っている。 この特別なタイミングでジェシーの交際が発覚したため、タイミングを考えろよ、と憤き通るファンは多いのだ。また仕事面でジェシーさんは今、超多忙。グループ活動に加えて、10月14日スタートの趣里さん、33、主演連続ドラマ、モンスター、フジテレビ系、月曜夜10時から、で初の弁護士役に挑戦するほか、 今週には大型映画の撮影が控えているという報道もあり、俳優業で大忙し。一方で綾瀬さんも、フジテレビの月ツドラマ、枠で25年1月クールに主演を務める話があったが、立ち消えになったという話や、4月クールでの月ツラブストーリー主演で調整が進められていた矢先に恋愛が、発覚して企画の変更が検討されているわなど、多く報じられていますよね。 全出の女性誌編集者。ストーンズファンからの厳しい声や、両者の激痩せ。綾瀬とジェシーの交際についてはネガティブな話が続くが、ワイドショー関係者は、SK2 のイベントについてこう話す。綾瀬さ3サイドの関係者が、報道陣に対して声かけの禁止を呼びかけていたと言います。案にジェシーさんとの件を質問してくれるなということですよね。 当然といえば当然ですが、やはり現場は相当ピリついているということですよね。ただ、同時にその時まで静かに見守ってほしいというような発言もあったと。その時とはまさに結婚しかない。こういった対応は、これまでは考えられないこと。大きな変化が起きていると言えますね。これまで、あやせの恋愛報道が出るたび。 所属事務所は強く事実関係を否定してきた。綾瀬さんが多くの CM に出ているため、そこへの影響を考えて否定のコメントを出していたとも言われています。それが今回、ジェシーさんとの交際が報じられた際に、事務所が交際を否定しなかった時点で、異例だと話題になっていたんですよね。綾瀬さんも39歳という年齢になりましたし、 女優として数々の素晴らしい実績を残してきた。そして何より、事務所にずっと貢献していた大功労者。関係者も彼女の幸せを願い、ジェシーさんとのゴールインを後押ししているということではないでしょうか。そのため、イベントでも取材人に対して、あやさんを不安にするような声かけの禁止をお願いし、二人を静かに見守ってほしいという話をしたのではと。 アヤセさんの仕事を第一に考えてきたと言われた所属事務所の変化。その部分では、アヤセさんとジェシーさんの結婚への障害はないと言えそうです。全土9月23日放送のグータンヌーボ2フジテレビ系にはジェシーが出演するが、内容は彼がグループ愛を語る内容だと予告されている。結婚に向けてアヤセとの仲がどんどん深まっていると見られる中、 ジェシーはグループの今後など何を語るのか多くのファンが注目していることだろう。綾瀬とジェシーには綾瀬さん少しお痩せになったような気がするのは私だけか。ジェシー痩せすぎよほんと気にしないでといった声が寄せられている。